フィリップ・ホセ・ファーマー、フィリップ・ホセ・ファーマー、フィリップ・ホーゼイ・ファーマー、1918年1月26日から2009年2月25日は、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家。代表作は、海藻宇宙シリーズ、1965から93と、リバーワールドシリーズ、1971から83。 聖や宗教をテーマとした先駆者であり、かつてのパルプマガジンのヒーローたちを愛し、架空の作者を作り上げ、からかい半分のペンネームで彼らの活躍する作品を書いたこともある。ファーマーは、過去の SF、ミステリー等の有名キャラクターを登場させた作品を執筆していることでも知られ、それらの作品群内では、シャーロック・ホームズ、ジョン・カーター、ターザン、チャレンジャー教授らは、 血縁関係にあるという設定になっている。失明のジョナサン・スウィフト・ソマーズ3世とは、それらの作品を執筆した際に、実際に彼らに会って、その経験を主記、イコール・ファーマーの小説に書いたという設定人物である。文芸評論家、レスリー・フィードラーは、ファーマーとレイ・ブラッド・ベリーを比較し、どちらもアメリカの田舎の変人で、 SF 小説の古典的な限界を広げようとしたとした。しかし、ファーマーが得意なのは、彼が進学とポルノグラフと冒険を奇妙に混合しながら素朴であり、同時に宣伝されていた点だとした。インディアナ州、ノーステレフォートでクリスチャンサイエンスを信奉する家庭に生まれた。父は土木技師であり、地元の電力会社の管理職他だった。本名は、 フィリップ・ジョーズ、ホゼ・ファーマー。ホセは、本名のミドルネーム、ジョーズをもじったものであり、スペイン系というわけではない。フレデリック・ポールのことによれば、ミドルネームは、おばの女子へから取ったものだという。イリノイ州ピオーリアで育った。読書好きでバローズ、ベルヌ、HR ・ハガードらの作品を愛読し、少年時代から修作を重ねた。小学校四年生の頃に作家になると、 心に決めたという。14歳で不可知論者となる。1941年23歳で結婚し、後に息子一人と娘一人を設けた。第二次世界大戦中は航空機の操縦訓練をしていたが、戦後は地元の製鋼工場に勤めた。同時にブラッドリー大学で英語学を学び、1950年に学士号を取得した。デビュー作は、 おブライアンオブラネブという普通小説で、1946年にアドベンチュア誌に掲載された。1953年の中編、恋人たちは SF 作家としてのデビュー作で、人類と地球外生命体との性的関係を題材にしている。この作品ははじめジョン・ダーブリュー・キャンベル、アスタウンディング氏や H.L. ゴールド、 ギャラクシー氏に採用を断られ、スタートリング氏1953年8月号に掲載された、その後、長編化。この作品で1953年のヒュー号賞ーの、モーストプロミッシングニューライター、新人賞に選ばれている。それに励まされ、仕事を辞めて、専業作家となった。各出版社の新人コンテストに応募し、 間もなく後のリバーワールドシリーズの方がを含んだ作品で賞金4000ドルの一等賞を得ている。しかし作品は出版されず、賞金ももらえなかった。作家として成功しても、経済的には苦しい状態が続き、1956年にピオリアを出て、テクニカルライターとして働き始めた。その後14年間、軍事産業学者でテクニカルライターとして働き、 シラキュースからロサンゼルスまで転々とした SF の執筆はその合間に続けた1967年の中長編紫年金の優等者たちで2度目のヒュー号賞ーを受賞ジェームズ・ジョイスのユリシーズのパスティーシュであり手厚い福祉国家への風刺であるこれで勇気づけられたファーマーは1969年に再び専業作家となった1970年に ピオリアに戻り、作家としての絶頂期を迎え、10年間で25冊の単行本を出版することになった。1971年、20年以上前に、コンテストで優勝しながら出版されなかった作品を、練り直した、果てしなき可愛いあれを誘えで3度目のヒュー号賞を受賞。1975年の長編、貝殻の上のビーナスは、文学界やメディアを騒然とさせた。 キルゴア・トラウトが一人称視点で書いたとされる作品で、キルゴア・トラウトとは、カート・ボネガットの小説に、しばしば登場する不遇の SF 作家の名である。この作品は、ベストセラーとなり、読者や評論からがボネガットの作品と誤解したため、ボネガットは決してこのいたずらを喜ばなかった。ファーマーは、ボネガットからこの作品を書く許可を得ていたが、後に、 ボネガットはそれを後悔していると語った。ファーマーは、続けて、トラウト作品、ジミー・バレンタインの息子を執筆しようとしたが、ボネガットに拒否された。ファーマーは、ホーヘ変は激しい作家だった。レスリー・フィードラーは、史上最も偉大な SF 作家とし、宇宙全体、過去、現在、未来を丸呑みして、それを吐き出そうとする、大きな熱望があるとして、 ファーマーのストーリーテリングの方法を賛美した。アイザック・アシモフはファーマーについて、素晴らしい SF 作家だ。実際、私よりずっと上手いと書いている。しかし、和1972年、ニューヨークタイムズに、SF 界の平凡な賃金労働者だと書いている。2009年2月25日、死去。リバーワールドシリーズは、これまで生きていたすべての人間が、 とある惑星全体に伸びる一つの川の流域に沿って同時に復活するという奇妙な世界を描いたもので、リチャード・バートン、ヘルマン・ゲーリング、サミューエル・クレメンスといった多様なキャラクターが活躍する冒険小説である。果てしなき川よあれを誘え、1971。我が夢のリバーボート、1971。飛翔せよ、遥かなる空へ、1977。 魔法の迷宮、1980、1983の5作からなる。リバーワールドアザーストーリーズ、1979は、リバーワールド、1966という、リバーワールドを舞台にした小説としては2番目に、出版された中編を含む短編集で、この話自体は、独立している。果てしなきかわよあれを誘えは2つの中編。 ザ・デイ・オブ・ザ・グレート・シャウト、1965、と、ザ・スーサイド・エクスプレス、1966、を元にしており、我が夢のリバーボートは、ワールズ・オブ・トゥ・モローシとイフシに掲載された、連作短編ザ・フェルド・スター、1967、を元にしている。1990年代には、クロッシング・ザ・ダーク・リバー、1992、と、アップ・ザ・ブライツ・リバー、1993、 という中編が加わっている。ファーマーは自分自身の分身としてピーター・ジェリス・フリゲート、イニシャルが同じを作中に登場させている。リバーワールドの始まりは1952年にコンテスト用に書かれたオーホーザ・フレッシュである。コンテストでは優勝したが出版はされず賞金も支払われなかった。このためファーマーは一時期絶筆に近い状況となった。 オリジナル原稿は紛失してしまったが、後に、ファーマーはその題材を再構成して上述したような、リバーワールドシリーズを執筆するようになった。後に、ファーマーはガレージにあった箱の中からオリジナルの小説の改訂版コピーを発見し、1983年に、として出版した。この版の序文に、ファーマーが、ことの詳細な経緯を書いている。海藻宇宙。 ワールド・オブ・ティアーズシリーズはリバー・ワールドシリーズ以上に熱心なファンがいるが一般にはそれほど知られていない。数万年前、神にも等しい力と不死性を実現する高度なテクノロジーを手に入れた自らを上帝と呼ぶ人類のある種族が娯楽のために人工的に平行宇宙を建設した。主な舞台となるのは数ある平行宇宙の中でもタイトルにある。 階層宇宙で円柱状の段が直径を小さくしながらいくつも重なった形状の世界である。物語は普通の地球人たちが偶然そのパラレルワールドに行き、そこで上帝だと共に繰り広げる冒険を描いている。地球もまた人工的な平行宇宙の一つであり、太陽系の2倍程度の大きさしかない、上帝の元の宇宙の忠実なコピーであることが明らかになる。 そして上帝のもとの宇宙もまた何者かが作った人工宇宙であることも明らかになる。登場人物の一人で地球人のキカホは本名がポールヤノス・フィニガン PJF であり作者と同じイニシャルである。階層宇宙の創造者1965異世界の門1966階層世界の危機1968地球の壁の裏に 1970ザ・ラベイリット・ワールド1977モアザン・ファイヤー1993の6作からなる。ロジャー・ゼラズニーは新世界アンバーシリーズの世界構築の際に回想宇宙が脳裏にあったと述べている。1991はシリーズの直接的な続編ではないが一部の事象や登場人物について背景情報を提供している。 これはファーマー作品の中でも最も心理学的なものである。ファーマー作品は性をテーマとすることが多い。初期のそういった作品は当時の SF 界においては画期的だった。初期の中編小説恋人たち1953は SF における性のタブーを打ち破った作品と認識されている。 これによってファーマーは一挙に注目されるようになった。短編集、奇妙な関係、1960も SF 界を騒然とさせた。性の解放をテーマの一つとしているロバート・エハイナインの異性の客、1961の検事には、ファーマーの名もある。SF ではないが、ファイアザナイト、1962は、異人主観の恋愛を扱っており、 社会学的かつ、性心理的なねじれをテーマとしている。1966では、女性一人に、男性複数人でないと、物理的に成功、受精できない、異性人を考案している。陰獣の幻影、1968と続編の、陰獣のあやかし園、1969では、グループセックス、惑星間旅行を扱っており、 チャイルド・ハロルドのような架空の人物や、ホレスト・ J ・アッカーマンのような実在の人物が登場する。階層宇宙シリーズでは、エディプス・コンプレックスもテーマの一つになっている。宗教もテーマとすることがある。リバーワールドシリーズ、中編リバーワールドに登場。魔法の迷宮で彼はもう死んだという言及があるや、ヤソン・マースにはイエス・キリストが登場する。 ナイト・オブ・ライトにはあまり経験ではないシンプジョン・カーマディが登場し、精神的な力が物質世界に影響を与える異世界を描いている。太陽神降臨1960は宇宙飛行士が800年後の地球に帰還してみると異教の女神崇拝が支配していたという話である。他にも宗教をテーマにした作品がいくつかある。ファーマー作品には既存の小説や 歴史上の人物を登場させるものが多い。ザ・ウィンド・ホエールズ・オブ・イシュマイル1 9 7 1はハーマン・メルビルの白芸の世界の遠い未来を描いた続編となっている。1973はジュール・ベルヌの80日間世界一周で描かれていない期間を埋めた作品である。1982はドロシーの息子が成長してパイロットとなり飛行中に 偶然オズの魔法使いの世界に迷い込む話である。ファーマーは、ターザンやドックサベジといった、パルプマガジンのヒーローを作中に登場させたり、パスティーシュとして、書いたりしている。シャーロック・ホームズ・アフリカの大冒険では、ターザンとシャーロック・ホームズが手を組む。ターザンに似た、ロード・グランドレスとドック・サベジに似た、DOC ・キャリバンが活躍するシリーズもある。ファーマーは、 この二人について、電気形式で、ターザン・アライブ、1972と D.O.C. サベージ、ヒズ・アポーコリプテック・ライフ、1973を書いている。これらは、もともと彼らや他の小説の登場人物が実在の人物で、オリジナルの記録者がそれを小説化したという設定を採用しており、様々な架空の人物がある一族の系統の属しているとして、と呼ばれる設定が生まれた。 さらにファーマーは公認のドックサベージもの小説、エスケープフロムローケイ、1991とエドガー・ライス・バローズの遺族から公認を取り付けた、ターザンの正式な続編ザ・ダーク・ハート・オブ・タイム、1999も書いている。タイム、エス・ラスト・ギフツ、1972では、ターザンとタイム・トラベルを組み合わせている。ロード・タイガー、1970は、 冷酷な奥万長者が本物のターザンを作ろうと考え、自分の息子を誘拐させ、さらに息子にターザンと同じ試練を与えるという話である。1974と1976ではターザン者で重要な役割を果たす秘境、オパルがかつて栄えていた時代を描いている。キルゴア・トラウトはカート・ボネガットの著作に登場するの小説家で、 ファーマーがキルゴア・トラウト名義で書いた貝殻の上のヴィーナス、ヴィーナス・オン・ザ・ハーフ・シェルもキルゴア・トラウトの設定上の作品とされているものである。トラウトが書いたとされる他の多くの架空の作品を同名義で発表する計画もあったが、ボネガットの許可が得られず実現しなかった。その後、ファーマーは主に F&SF 誌で架空の作家のペンネームで小説をいくつも発表している。 これらは他の小説の登場人物を作者として書かれたものである。そのような短編小説の最初のものは、ジョナサン・スウィフト・ソマーズ三世、ヨナタン・スウィフト・サマーズ・イーイーを作者としたものである。この名は、貝殻の上のヴィーナスに登場するが、エドガーリー・マスターズのスプーン・リバーシューに出てくる名が元になっている。その後ファーマーは、コードウェイナーバードというペンネームも使っている。これは、 ハーラン・エリスンがかつて映画及びテレビ業界で仕事をしていた時に作品を気に入らなかった時に使っていたペンネームである。また、ザ・ジャングル・ロット・キット・オン・ザ・ノット・1968には中期として、もし、エドガー・ライス・バローズではなく、ウィリアム・エス・バローズがターザンを描いたとしたらと書かれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。